どうも、下田花尾です。はい。えー、本日もですね、えー、皆様からの質問に一挙回答第5弾ということで、えー、させていただきたいと思っております。はい。では、えー、どんどん質問ですね、答えていきたいと思います。えー、まず一つ目ですね、えー。最上付近の道路で、ヒノキの匂いがしますと。これは最上の匂いでしょうかあー、なるほど。ヒノキの匂い。 あの、なんでしょうね。ちょっとね、その、ヒノキの匂いというかね、その、質問者さんの感じるヒノキの匂いと僕のヒノキの匂い、ちょっとわかりませんけれども、あの、わかると思います。はい。あの、ま、あこれは最重の匂いじゃないのかなってわかんないですよ。その道路、僕行ったことないんでね、もしかしたらその近くになんか、あの、木材店があってとかっちょっとわかんないんですけども、ま、あでも言われてみたら、あ、確かになと、ヒノキの匂い、あー、なるほどなと、ちょっと僕は今、あの、 あ、なるほどと、えー、これは勉強になりましたね。はい。まあ、本当にこれ、答えになってるかどうか分かんないですけども、なでも、火抜きの匂いがする、これは最初の匂いでしょうか。あ、確かに、そうっぽい匂いするなと、僕は思います。はい。ということで、次いきます。えー、遺族に点火ボタンを押させるのは、 万が一生きていた時の責任逃れって聞きましたが本当ですか <laughs> あの、そう、ね、えー、っとね、そうですね。まあ、これはですね、まあ、点火ボタンに関してのですね、動画、えー、撮らせていただいております。はい。えー、なので、そちらを、えー、見ていただいたらいいかなというふうに思っております。まあ、でも、まあ、そうですね、まあ、一言、まあ、あんまりこれに対して僕言うことないですけど、一言言うのであれば、 その責任逃れというかそれもしね万が一生きていたっていうことの責任ってそれは僕お医者さんだと思いますよはいお医者さんがこの方はご臨終ねですと亡くなりましたと言って死亡診断書でその死亡診断書ってこれ公的文書なんですよめちゃくちゃ大事なあのー、まあ書類なんですよねはいだってこの人はもう亡くなりましたっていう公的文書なんででそれを発行した方が間違ってたってことですからねはいえー、仮にね。 これじゃあ、あのー、まあ、責任逃れで、例えば遺族さんに押させていたと、スタートね、しましょう。ね、違いますよ。あの、違いますけど、そんなんではないんですけど、えー、そうだと、スタートしても、それ遺族さんの責任だっていう人、やばい人ですよね。<laughs> はい。僕は、それで遺族さんの責任だ。あ あ、遺族さん押したみたいな感じではないですね。それはちょっと人格を疑いますね。逆に仮装場職員さんがね、ポチッと押してとかなったとしても、でも、それやっぱり僕は死亡診断した方が僕は責任があると思うのでね。はい。まあ、ただ、あの、万が一っていうことね、今のところありませんから皆さん。はい。ありませんので。はい。そういったことはございません。はい。ということでございます。では次にですね。えー、仮装するときに真珠のネックレスを入れても大丈夫ですかああ、そうですね。 まあまあ大丈夫なことが多いんじゃないかなとはい思いますまあこれだから人によってね、えー、ちょっとまあ送迎さんとかがねあそちらはーってお答えする時もあるかもしれませんしね火葬、えー、場とかによって分かりませんけれどもまあ別にあの大体大丈夫だと思いますよはいそんなねなんか真珠のネックレスをこう大量にとかねそんなことないと思うので別に大体大丈夫だと思いますで火葬、まあ、した後もですね残ったり残らなかったりって感じです はいそんな感じになりますはいでは次行きますね、えー、葬儀屋さんはどうやって仮葬場を選んでるんですか提携などしているんでしょうかなるほどそうかそうか葬儀屋さんがね、えー、仮葬場を選ぶときまあえその何を基準にって話なんですけどもこれ基本的にはですよこれこれもあのー、全国の葬儀屋さんで、ね、見たわけじゃないけど基本的には距離の近いところはい がまあ一番多いいいかなとううふうに思います、まあ、単純に、えー、遺族さんたちをですねお連れする時にわざわざその遠いところにねもう疲れてるのに大変なのにわざわざ遠いところにまでねこう、えー、連れていくってことはまああんまりしたくないまあそれね近いところがあればそちらで、えー、していただいた方がいいんじゃないかなというふうに思いますのでまあ普通にそういう感じで選んでおりますねまあもしくはものすごいちょっとなんでしょうね評判の悪いって言ったら本当に申し訳ないんですけどもそういったところは若干避けるとかねそれは葬儀屋さんの中でもあのちょっとあ あーはーはーと。なんとなくこう、わかる方もいらっしゃると思いますけれどもね。はい。そういうのもあるにはありますが、まあ、本当に別に、何でしょうね。まあ、距離とっていうのが一番大きいかなというふうには思います。はい。まあ、定型っていうのを、まあ、僕はしてるっていうのはちょっと聞いたことないですけどね。はい。まあ、それはちょっとわかりませんけれども、まあ、僕は聞いたことございません。はい。まあ、でもあるかもしれませんね。はい。では次いきます。えー、ロストル式と台車式の違いを教えてください。これも、なんか、 結構質問を受けてどっかで僕答えてないですかねもしかしたらね、えー、かもしれませんでも一応まあ言っておきましょう,、えー、もうすごく単純に言いますロストル式は仮想時間がすごく短く済みますはいそれだけれども、えー、お骨上げの時ですね骨がちょっとこうばらけて出てきますのでまあそういった感じでお骨上げの時にこう、えー、人の体がちょっと分かりにくいような状態になるよとはいで、えー、じゃあ、えー、台車式台車式の方は、えー、こちらはですね仮想時間がちょっと長くなります、まあ、長くなるというのはロストル式に比べてちょっと長くなります、まあ、だけれども個人さんのののお体のその形 そのまんまで出ることが多いですからまあそういった意味でおこつ上げしやすくなっているよというような感じでございますでちなみに日本では代謝式が大多数を占めておりますロストロ式はすごく少ないというような感じになっておりますはいでは次いきます、えー、棺の運搬には法律的な決まりはありますかあ。 これ、実際その、棺の、えっ、ー、と、中にね、その、ご遺体、個人さんがいらっしゃるかどうかとかもあると思うんですけど、どうだ、これ、いらっしゃる感じでいきましょうか。じゃあ、あの、棺のね、まあ、いわゆるその、ご遺体の搬送ですよね。ね。えー、それに対してその、法律的な、ね、決まりあるんですかって、これね、あの、めちゃくちゃ黒に近いグレーゾーンみたいなね。はい。まあ、そういうふうに言われるようなね、ところがありまして、これ、要は、まあ、例えばね、個人さんを、えー、まあ、信頼者とかでね、お連れすると。 ね、でその時にあのこれもグレーっていうかほぼ黒なんですけどあの要はお金を取っていなければ緑ナンバー、ね、じゃなくていいじゃんっていうそういう発想のことだと思いますこれはきっと。はい、そのことでなんかグレーっていう人がいるんでね、はい、それであのえこれって法律的な決まりどうなってるんですかっていうところだと思うんですけどもなん、あのー、でしょうねまあ正直なところ。 例えばねその遺族さんのおられない身内、えー、がまあおられないね、えー、方のご遺体をま搬送する時に、えー、葬儀屋さんが1人でね火葬場にやってこられてでご遺体を連れてくるんですよ。でその時によく見たらここの葬儀屋さん白ナンバー使ってるなっていうね、はい、そういうところもあります。はい まあでも、だから結局、帳簿上ね、このえご遺体の搬送にはですね、別にお金使って、取ってませんよと、だから商売じゃないのでっていうね、そういう、の限りなく黒に近いグレーみたいな黒みたいなね、そんな感じでございます。正直なところ、そこをね、すごい強調してですね、いや、と。 これは法律的にはこう大丈夫なんだみたいな感じでこうおっしゃる方もいるんですけどもあの僕はですねその業界にいた人から言わせると白ナンバーの寝台車を使っている葬儀屋さんあんまり信用しておりませんはいあの何でしょうそれぐらいやろうよっていうね、はい、そこケチるっていうのがちょっと怖いというふうに僕は感じておりますはいでは次いきますえー、煙突が最近なくなったんですがなぜですかはいあこれもまあ あの他の動画でもいろいろ言っておりますが、まあ、最年少炉というね、はいえー、煙をもう一度焼くっていうね、えー、そういったシステムがございますでそれで、えー、黒煙を火装するとどうなるか、はいえー、無色ないしね、えーまあ、白色とかになってです、ね、色がなくなることが多いんですよでそれで、えー、排出されるので、まあ、そもそも煙突いらないよねってことになって最近の火装は煙突がないことがまあ多くなっておりますよということでございますははいでは次いで次きます、えー、YouTube 上に赤の他人のお葬式や火装場の動画があります これについてどう思いますかと。はい。あのね、これね、あの、僕も見たことあります。結構、あの、本当にそのままのね、あの、お骨上げの、まあ、様子をね、え、YouTube でこう出ているとかね、えー、結構ありますよね。はい。まあ、これについてどう思いますかということなんですけども、これはね、あの、なんでしょう、もう言わずもがなだと思うんですよね。で、なぜ言わずもがななのかということなんですけども、そういう動画って、あの、少ないでしょはい。 少ないと思います。ね。で、これ少ないでどういうことなのってことなんですよ。そういうことはやっぱり違うよねってことが大多数だよねってことです。はい。じゃないと、もしね、こう皆さんがですね、いや、いいんじゃないと。別にもう、あの、例えば自分のね、身内の、えー、そのお骨上げね、撮影して、で、これはもう、あの、全世界に発信していいじゃんみたいな、はい、感じじゃないことがすごく多いから、えー、投稿されている動画がすごく少ないと。 いうふうに僕は感じておりますのでまあそういった意味ではまあ言わずもかなかなというふうには思いますはい、では次いきますね、えー、自分の祖父が亡くなった時は奉公剤が四つ置かれていましたとはい、でですがその後祖母が亡くなった時には置かれておりませんでしたこれはなぜでしょうか、はあなぜでしょうかああと、そうですねもうこれはもう葬儀屋さんに聞いてもらった方がいいかなと思いますねまあでも いろんなことが考えられますよ、うん、まずこの文章だけでしたら、えー、と亡くなりり方がまず分かりまずかせん、はいえー、ご病院でね病院で亡くなられてっていうことなのかで例えばお家でちょっと時間が経ったのかもこの文章では分かりませんしでそれによってもやっぱりこう答えは変わってくるし、えー、その季節も分かりませんね。 はい、いその季節が例えば冬だったのか夏だったのかとかでね、はい、それでもやっぱりだいぶ変わってきますしで、まあ、やっぱりその葬儀屋さんとかによってね、まあ、とりあえず置いとくみたいな方もいらっしゃるかもしれませんから、まあ、これはですね、まあ、本当にあの僕では何とも答えようがちょっとないかなというふうには思いますがそこそこその匂いがあったとかいうことだったらあれだけれども その文章には別に書いてないんですよね。置かれていなかったということで書いてありますから、でしたら、それは置く必要がなかったから別に置いていなかったんじゃないのというふうに僕は感じております。が、まあちょっとね、これはもうあの100%こうですねちょっと言えないようなお話ですけど、まあそんな感じです。だから、あ,のあまりあの、まあお気にね、えー、悩まずにというふうには僕は思います。本当に、あのまあ、そうすべきだったからそうしたというふうにですね、考えていただければ結構かなというふうに僕は思っております。はい、では次いきます。 えー、同時に亡くなられた場合あまたレア,レアケースですね、はい、同時に亡くなられた場合、えー、同じ炉で仮装するんですかと。ああなるほど、えー、2人同時に仮ででききまますかあなるほどこれははねできません、はいあのー、やっぱりねお一人を仮装するっていう風に一応設計されておりますしでそもそも複数人仮装するっていう風になるとですねその運用上ね はい、またこれちょっとややこしくなっちゃいますからね、まあ、やっぱりお一人は、えー、お一人で一つの「牢」という風にですねこれはもう厳密に決めておりますので、はい、これはあの残念ながらできません。なんですけれどもあの、ね、これすごい僕レアケースだと思うんですけどもこの同時に亡くなられた場合ね、まあ、あの事故とかもあるかもしれませんが事故ではなくですねあの本当に、えー、と老夫婦の方がですねほぼ同時に亡くなられたっていうのが一回来たことあるんですよ火葬場に。 でこれ結構レアケースだと思います。あのあんまりね他の火葬場職員さんでもあそれないねっていう方結構いらっしゃると思うんですけどもまあそれありましてですね。でその時に、まあ、遺族さんの方からですねその同じ炉で仮想は無理だけれどもその隣同士の炉で仮装してほしいというまあ要望があったんですよ。であったんですけども一応ねそこの火葬場の運用としては必ず炉を1つ開けて火葬すると。だから真ん中開けるんですよ。 必ずね、1、えー、個飛ばし1個飛ばしで仮装していく。で、次の時間はその飛ばしたところをまた1個飛ばし1個飛ばしで仮装していくと。これなぜかというと、隣同士で仮装しちゃうとですね、要はすごく炉の温度があの熱くなりすぎちゃってとかね、はい、そういったことがいろいろございます。なので、えー、隣同士は避けてやっていくというのがこの運用としてあったんですけども、この時はですね、あのー、例外で、はい、隣同士で仮装をいたしました、はい。これは例外でございます。 はい、で,、えー、でじゃあお骨揚げねどういう風にしたのって話なんですけどその時はあの1人がね、えー、お骨揚げを担当します1人が。でこちら側に例えばねその、まあ、お母さんお母さんの方ね、まあ、おばあちゃんの方でこっちおじいちゃんの方って感じでそれではお骨揚げを始めさせていただきますと。 でこちらお母様、こちらお父様でございますみたいな感じで、一人でやるっていうね <laughs>、はい、それはやりましたね。まあでも、一人じゃね、なかなかこう手が回らないので、まあ、プラスね、もう一人来ていただいて、えー、その足りないところをね、手伝っていただくと。で、説明はもう一人でするというような感じでやっておりました。まあ、だってね、あのー、各々にですね、説明つくとなんか変な感じになりますからね、もうご夫婦で、もう家族なのに、それではお骨揚げを始めさせていただきます。で、こっち側でも、それでは、えー、お骨揚げを始め、いや、なんか、もう一緒じゃんみたいな感じになっちゃうんで、もう一人で やっていたよと、はい、いうような感じこれはもう本当レアケースですけどねはい、そういうことはありましたはいでは次行きますね、えーうん、ぬいぐるみを入れてもいいですかなるほどこれねぬいぐるみを入りますはいあのこれぐらいなのかこれぐらいなのかってことなんですよねはい。これぐらいだったらまあはい大丈夫ですよって言ってくれることがあの結構多いと思うんですけど例えばこれぐらいのねなんかこう,こう抱くぐらいの感じのなんかやったらまあちょっとお断りされるかなとはい いうふうにはこれは思います。はい。申し訳ないんですけどね。まあでも、このお断りするというのもですね、要は、あの、ぬいぐるみ例えばすごく大きいものを収めてしまうと、個人さんのお体がちゃんと仮装できなくなってしまうよっていうところなんですよ。はい。でそれは、巡り巡って、最終的にはやっぱりそれは遺族さんのためにもなるので、えー、そのあたりですね、少しご理解いただけたらなというふうに思っております。はい。ということで、えー、本日もですね、いろんな質問答えさせていただきました。はい。 次は第6弾ねいつするんでしょうかねはい分かりませんけれどもまた皆さんですね何か質問がありましたらどしどし、えー、ホームページの方から投稿の方、えー、していただいたらなというふうに思っておりますはいでは、えー、本日ですね一挙回答第5弾でございましたではまた「火葬場祈団では皆様からの質問や体験談を募集しております投稿方法は概要欄下の下駄「ゲタ花尾」ホームページよりご覧ください